皆さん、こんにちは。日本語 4U のあかりです。この前ですね、生徒の人と話をしていて、ちょっと面白いことに気づきました。というのも、英語と日本語の違いなんですが、英語だと着るは wear とか put on ですよね。でも日本語はすごくたくさん動詞があるんです。ということで、今回はいつどんな動詞を使うのかっていうのを実際に見せながらお話しします。逆に脱ぐ時とか、あとは気をつけなきゃいけない間違いについてもお話しするので、ぜひ最後まで見てってください。では、まずは一番よく使う動詞からお話しします。それはまず着るですね。着るはどういう時に使うかというと、腰より上のものに関して使います。例えばこういう T シャツとかは着るですね。あとはコートとか、あとは襟がついているシャツとか、あとは女の人の場合はワンピースとか水着も着るって言います。例えばコートなんですけど、コートは着るでもいいんですけど、羽織るっても言います。羽織るっていうのは、こうちゃんとボタンとかを留めないで、ただこう上に着るっていう感じの時。だからカーディガンとか、あとこういうコートとかの時は使います。はい。じゃあ次、もう一つよく使うのをご紹介します。それは履くですね。履くは着るとは逆で、腰より下の服を着るときに使います。だから例えばこういうジーンズとか、あとは靴もそうですね。靴も履くって言います。あとはタイツとかレギンス、ストッキングなんかも全部履くと言いますね。そしてこの2つの着ると履くの反対の動詞はどちらも脱ぐです。靴を履いたら脱ぐし、 T シャツを着たら脱ぎます。覚えておいてくださいね。で、さっき、腰より上、腰より下っていう話をしましたが、じゃあ、ベルトはどうなんだろうって思った人いませんか？ベルトは、実は、着るでも履くでもなくて、つけるなんですよね。するでもいいです。するとつけるは、どちらも使うことができます。ここで気をつけてほしいのが、例えばこの2つを間違って逆に使った場合どうなるかっていうと、じゃあ例えば、そうですね、ズボンを着るってなりますよね。で、ズボンを着た状態ってどんな感じかっていうと、こんな感じです。なので、皆さんはこういう間違いをしないように気をつけてください。日本人の人がびっくりしちゃうかもしれません。じゃあ次、帽子は何て言うか分かりますか？帽子は、じゃあ、何て言うかっていうと、帽子をかぶると言います。かぶる。で、反対に、こうするときは帽子を取ると言いますね。ちなみに、かつらとかウィッグもかぶると言いますね。かぶる、取ると言います。はい、じゃあ、どんどんいきます。続いて、これです。メガネはどうするかわかりますか？メガネはかけるんですね。そうそう。メガネとかサングラスはかけると言います。で、逆にかけているメガネをこうするのはメガネを取るとか外すと言います。で、ちょっとややこしいんですが、メガネじゃなくてコンタクトはつけると言うんですね。コンタクトはつける、取る、外すです。じゃあさっき、メガネは、かけるだけど、コンタクトはつけるだよっていう話をしましたが、他につけるを使うものは何があるかっていうと、例えばアクセサリーとか時計ですね。こういう指輪とか、あとブレスレットとかはつけるを使います。あとはさっき言ったみたいにベルトもつけるですね。で、冬だと手袋をする人がいると思いますが、手袋もつけるとかするを使います。じゃあ、冬の話が出たので、次はマフラーにしましょうか。マフラーは何を使うかわかりますか？マフラーはですね、巻くです。
巻くっていうのはどういう意味かというと、こう長いものをぐるぐるとこういうふうにこう包むことを言うんですね。なのでマフラーは巻くです。でスカーフとかも全部首につけるものは巻くを使います。でこうするのはマフラーを取るとか外すと言いますね。じゃあ最後、リュックは皆さんわかりますか？リュックは英語でなんて言うんでしょうね。ちょっとわからないのでぜひ教えてほしいんですけど、リュックは日本語だと背負うと言います。背負うです。で背負うはどういう時に使うかというと、こういう形で背中に物を乗せる時に使います。で人もこう肩とか背中に乗せる時は背負うを使います。だから子供を背負うとかもまあ使えなくはないですね。はい、では今日の動画はここまでになります。どうでしたか？思ったより動詞の種類が多くてびっくりした人が多かったんじゃないでしょうか。ちなみに特によく使うのは最初の2つの着ると履くですから、多すぎてわからないという人はぜひこの2つだけでも覚えてください。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございました。面白いな、いいなと思った人はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。あと私はオンラインレッスンやポッドキャストも配信しているので、興味がある人は日本語 4U で検索してください。概要欄に私のウェブサイトのリンクを貼っておくので、気になる人はそこから見てください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。